こんにちは、レモンチャンネルのレモンです。今日は GLB の内外装と使ってみた感想を交えながらご紹介していきたいと思います。コンパクト SUV が好きな方はぜひ見ていってくださると嬉しいです。今日ご紹介するのは GLB200D というモデルになっていて、装備されているオプションが少ないのと認定中古車ということもあってかなりお安く購入できました。ちなみに私は世田谷南店で購入してて、スタッフの対応が丁寧なのはもちろん、何より世田谷周辺にお住まいの方はよく低走行で売却されるのと、さらにインナーガレージで保管されているケースが多いので、ものすごく上質な車両が多い傾向にあります。なのでもしこれから認定中古車をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ世田谷南店をご利用してみてください。さてこちら GLB ですが、実はナビゲーションパッケージと優勝カラーのみ装備されている車両となっていて、最もベースモデルに近くかなりお求めやすい内容となっています。 GLB はこのようにモデルや装備によってある程度価格に幅があるので、パッと見高そうに思われがちですが、この車両は価格改定前だったこともあって、当時の新車価格はオプション込みで約540万円で購入できるようになっていました。なので GLB をとにかくお安く購入したい方は、個人的に2020年から22年あたりのモデルがおすすめです。 GLB をしばらく使ってみていいなぁと感じたのは、実はトヨタの SUV よりも一回り小さく、ボディサイズは幅が1835、全長4640、高さ1700となっていて、見晴らしがいいのはもちろん、どなたが運転しても扱いやすいのがこのお車の魅力だと思います。そして外装のデザインに関しては、 G クラスをモチーフに作られていることもあって、この独特なデザインはすごくかっこいいと感じます。フロントマスクはこのようにシンプルなデザインに仕上げられているのと、側面から見ても SUV らしく力強く感じられて、細かい箇所までこだわりを感じられるように仕上げられています。正直このままでも十分にかっこいいですが、さらにスポーティーなデザインがお好みな方は AMG ラインというオプションを装備してあげると、こんな感じにダイヤモンドグリルへと変わって、ホイールも19インチへアップグレードされます。ちなみに一部の年式では車内のアンビエントライトが AMG ラインに含まれていることがあるので、ご購入する際は事前に担当営業へご確認することをお勧めします。続いて GLB の後ろ姿ですが、高級感がありスマートなデザインに仕上がっていて、私は特にテールライトの見た目が好きです。ちなみにドアのロックを解除するとライト類はすべておしゃれに点灯するので、駐車場などでご自身の車両が見つかりやすくなる機能となっています。この機能はロケーターライティングといって、照明の項目でオンオフを切り替えられるようになっています。トランクに関してはいつもと同じようにスマートキーを持っている状態であれば直接手で開けるか、もしくはスマートキーでトランクを開けることができて、足をかざしても同様にトランクの開け閉めができます。ちなみにゲートにあるスイッチを長押しすると開く高さを調整することもできるので、天井の低い駐車場でも気兼ねなくご利用いただけます。そして個人的におすすめなポイントとしては、実はコンパクト SUV でありながら3列目シートが標準で備わっていて、赤い箇所を引いてからここを引っ張ると3列目シートを起こせるようになっています。もちろんシートを倒せばこんな感じにフラットにすることができるので、車内泊したり様々なシチュエーションで活躍できるなぁと感じました。では続いてインテリアと機能面をご紹介していきます。運転席のドアを開けるとこのような眺めになっています。GLB に乗り込んで感じたのは、 A クラス、CLA と違ってシートのポジションが少し高く設計されていて、すごく楽な姿勢で座れるようになっています。先日しばらく高速でドライブをした時も運転に疲れてしまうことも全然なくて、
楽な姿勢で気持ちよく運転するのにすごく向いている車だなぁと感じました。そしてドライブに欠かせない装備といえばこのデジタルミラーですが、今回珍しく純正品を装備してみました。運転中はこんな感じに通常のミラーと違って広い範囲を確認しながら走行できちゃうのと、カメラが起動するときはこんな風にメルセデスベンツのロゴも表示されるので、純正品で揃えたい方にはかなりおすすめです。ちなみにこれはディーラーオプションなので、もし後から装備したい方はぜひ担当営業へご相談してみてください。続いてインテリアの細かいところですが、このように手で触れられる箇所は基本的に柔らかい素材かメッキパーツが使われてて、パッと見すぐに高級車なんだなぁと感じさせる点が魅力だと思います。ただこの GLB はアンビエントライトが装備されていないこともあって、エアコンの吹き出し口は黒い仕様になっているけど、アンビエントライトが使える場合はシルバーの吹き出し口に変わります。こんな感じに夜の雰囲気が全然異なってくるので、気になる方はぜひ夜に試乗することをおすすめします。ここを開くと左右に分割されているドリンクホルダーと、上にはスマホを充電できるワイヤレスチャージャーがあって、 USB Type-C とシガーソケットも備わっています。小物入れは決して広くはないけど、ちょっとしたものを収納できるスペースになっていて、中には USB Type-C が2ポート分あって、動画を保存すればこんな感じに再生することもできるので、動画をよく見る方にはたまらない機能だと思います。このようにベーシックなモデルでありながら高級感のあるインテリアに仕上がっているので、どのグレードでも高いクオリティをご堪能できるのは本当に素晴らしいなぁと思いました。では最後に後部席になります。後部席ですが、さすがファミリー向けに開発されているだけあって、実は GLC クーペよりも天井が高く広々とした空間になっています。なので休日にお買い物したり、ご家族でドライブするときに活躍できるなぁと感じました。シートの真ん中に他のクラスと同じ仕様のアームレストがあって、ここはドリンクホルダーになっています。あとは足元にちょっとした小物入れと USB ポートが2つあって、後席でも気軽に充電できるのは嬉しいポイントです。もしご試乗する際はぜひこれらの機能も合わせてチェックしていただけたらと思います。GLB いかがでしたか？今ですと中古価格もだいぶ落ち着いてきたので、コンパクト SUV を検討されている方にはかなりおすすめな1台だと思います。夜のイルミネーションと細かい機能はまた別の動画でご紹介しようと思いますので、気になる方はまたチャンネルをチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。